ホラポス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます。時刻は8時59分になりました。本日はここ、じゃん、阪急は芦屋川駅にやってきております。もうすごい登壇者とランナーの数でね、撮影がちょっと恥ずかしくてはばかられましたね。本日花粉がねちょっとだいぶ飛んでるっぽいので、久々夜景ぬ出動しております。本日のコース詳細は親玉イエイイエイ。お顔綺麗になりましたね。いつの話やね。復活。今から、王道ルートで、王道、はい、高座の滝から、はい、芦屋ロックガーデン、はい、高座の滝からロックガーデン、はい、風吹岩、風吹岩、王道ですね。天ヶ峠、七曲りを経て、はい、一軒茶屋、七曲りを経て一軒茶屋、ほんまハイカーですね。はい、で最高峰、はい、でこれでトレイルが終わりで、はい、山を登ってからのロード12、3キロ、はい、で宿川の桜を見に行きます。まだちょっとつぼみみたいですけど、ね、はいはいはい、はい、なるほどっていうプランであります。何キロぐらいですかね。20キロぐらいじゃん。20キロぐらい、うん、はい、それでは今日も元気に行ってみよう。おう、今日は3月最終日です、はい、3月31日、こんな感じですね、桜は。パッツンパッツン、パッツンパッツン、心んでますね。やりました、ペロン、サービスショット。なんでやねん、何がサービスや。サービス。お家がたくさんありますな。はい、いいね。どれがいいですかね。いや、我が家が一番。我が家が一番。うさぎの。そうやな。うさぎ小屋が一番。猫の額ぐらいの。大谷茶屋。はい。高山の滝。9時22分、 1.75 キロ。ヤッホーですね。駅
からわずか30分で行けもう久しぶりやな、この時。いや、春の匂いがしますよ。匂い分かります？分からん。分からなし。山中から春の匂いがする。いろんな花の甘い香りと、頬を伝う風がね、なんかもうひんやりじゃないんだよね。サラっていう感じ。ベッド。あ、ちょっと湿度高いけどね。大渋滞です。ビューポイント9時53分 2.9 キロやりました。ああ、もうやってる。やっと抜けました。大渋滞です。まだ今日は9時56分3キロ。えやば、スルーでいい。スルーで抜けました。いやー、やっぱ人気コースはそうだったよな。鉄板の時間に出てきたらあかんねん、鉄板コースに。ようやくちょっと歩きやすくなってきました。渋滞は抜けたと思ったらまた渋滞。です、ね、いいコースだけにね、やっぱ人気ですね。ストレスの溜まるコース。言っちゃった。やっぱあの自衛としてはやっぱり早朝7時ぐらいに出発するのをお勧めしますね。せーな、次々行きます。涼しい、いい風。涼しいな。10時31分、距離は 5.1 キロ。ようやく。でもね、抜けたと思っては、辛抱強く行きたいと思いますね。ちょっと取っといてあげたかったんですけど。Okay.
な。お腹空いてきた。そうやろ。ペコペコって感じ。エネルギー切れやな。そうや、もうグーってお腹揺れてるもん。さっき半分だけかじった牛肉ソーセージがもうこの辺に降りてるのを感じますわ。ペコペ？ペコペコですわ。もうちょっと、頑張れ。頑張る。ハハ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 ハ。11時16分、距離は 7.6 キロ、2時間18分ってとこですね、はい、着きました。お茶屋です。はい、いや子供可愛かったですね。父が後を追って走っていくトレイルランナーって感じです。お父さんか、あれ、あ、違うのかな、おじいちゃんみたいな。いや、なんせあのすごいちっちゃい子やったの、早かったね。はい、いや、お腹ペコペコですわ。食べよう、じゃあ食べよう。はい、一軒茶屋トップです。スパートライ、スパートライ。最高か。かき氷で出したんやな、もうとうとう。うますぎるわこれ、最高。ちょっといいすかね。はい、今日の美味しいきつねうどん500円。いきます。あのね、ビールからのきつねうどんうまい。ちょビールもちょっといいですかね。はい、11時37分もうね、乾ききった五臓六腑にスーパードライが染み渡りましたね。めっちゃ酔うたわ。中瓶1本2人で分けただけやで。もうね、なんかね、繊維喪失するに十分や。おい、どうやって帰んねん。はい、11時49分です。トイレ休憩で。はい。こっから最高峰で行けるんですね。びっくりしますね。車道を駆け下るはずが歩いてます。ちょっと酔いが回っちゃってね。前段重走路はこのイーサーを左に行くんですけどね、はい、今日はまっすぐ行ってもイーサーです、はい、12キロまで宝塚の駅まで。今日はあの芦屋川の方に置いたいと思います。宿川宿川ですね。宿川の桜をちょっとウォッチングに行きます。このまま舗装路で駆け下ります。はい、おいえ。用途のか。はい。
うどんが出そうになったので歩くらしいです。いや、ちょっとやる気はあるんですけどね、休みながらやります。うどんとビールやったね。打ち上げはないんですかね。打ち上げはないですね。こんぐらいで打ち上げはないですね。怒られて。時刻は13時19分。距離は19キロ。駅まであと 1. 点何キロぐらいの地点ですね。はい、桜はね、福川に出てきました。桜はまだちょっとね、咲いてないですけどね。全然咲いてない。咲いてないですね。しかし今日は全体的に春のポカポカ陽気で、うん、どうでしたかね、龍一さん的には。もう手応えあったね。何の手応えでしょう。遊びネイチャーランに向けての、うん、どういうところが手応えあったんでしょう。これならいける。もう魔界だ。根拠ゼロ、根拠ゼロ、意味はない。まあ、こんな感じの人なんですよ。でもこの人が大丈夫って言うやったら大丈夫なんでしょう。無事ゴールテープを切りたいと思います。大丈夫。持って大丈夫。何やそれ。あ、見て、あ、咲いてる咲いてる。大丈夫、見てるわ。楽しんでこようぜ。パッツンパッツンやな。春発見。咲いてる咲いてるね。寂しい。いや、寂しくないよ。いや、そういえば葉桜になってるやん。なんで。なぜこの木だけ。え、すごいんですけど。結構咲いてました。うん、すごい。日当たりがいいからね、この辺ね。こう13時49分、距離は21キロジャストですね。はい、宿川駅に戻ってまいりました。いやー、すごい人出でしたね。山も最後の宿川の川 もう人だらけ。やば、みんな同じこと考えますね。時間をね、めっちゃ早くしてね、早朝出発とかにするのがいいんじゃないですかね。まったね。おい、そんだっけか。まったね。疲れたね、うん、はい、じゃあそれでは次回も元気にお会いしましょう。まったね。はい、今日の打ち上げは551。ほう、おらい。はい、楽しい。今日の美味しい打ち上げ、ほうらい甘酢団子、玉ねぎで増量版、ほうらい、千切りキャベツで増量版、おいしいです。